飲んでるんだね。プラスメレンゲ。なんておしゃれ。しっかり湖溶けた。今ちょっとドライブしてて、今12時ちょっと前ぐらい、ドライブをちょっとだけして、その後お昼ご飯食べに行こうとしてる。用事と用事の間に時間ができたからカフェしてる。あ、大きさ比べてくれ。あ、そういうわけじゃない。外風がめっちゃ強い。飲み物だけって思ったのに結局買っちゃった。でもクロワッサンめっちゃ美味しい。チョコクロワッサン、うん。例えばさ、日本のチョコクロワッサンってこういう形じゃないよね。本当のクロワッサン、あの三角のクロワッサンにチョコレートが挟んで焼いてあるよね。お昼はチャイニーズに来た。ありがとう。どれだっけ、なんかめちゃめちゃ美味しそうなのがあって、あ、これこれ、なんかエビの揚げたやつ、これとあとヌードルとあと小籠包頼んだ。あ、頼んだっていうか頼もうとしてる。小籠包とあとエビのやつ、なんかちょっと写真と思ってたのとちょっと違うけど、まああのかかってるやつがここ中にある。もうちょっとでも写真ではもっとなんかこの何ピーナッツかな、なんかあ中に結構入ってる。ちょっと見た目が違った。でもまあ美味しそう。タンパク質めっちゃ取れそうだね。牛肉のフォーファンっていうヌードル、ライスヌードル、あの太めの、太麺じゃない、そうそうそう、のライスヌードルのサテーソースで炒めたやつ。ん、うん、そうだね。今日は初めて来るとこ、近所の中華。そうそうそう、このランチスペシャルっていうか、この麺が美味しいらしくて、最近 Google にコメントした人がこれが美味しいみたいな、誰も言ってなかったけど香港と同じ味とか言ってて、だからそれも麺も好きだからいいかなと思ったんだけど。レモンチキンがいいな。もう全部さ、この野菜以外全部揚げ物じゃん。でこの中から選ぶんだ、この2つから選ばなきゃいけないならこれだけど、別に何を選んでもいいんだったらこれがいいなと思って。これいい、それで、うん、これもチキン、いやポークかビーフか、ビーフかな。これでこれね、うん、これもこれと、うん、ヌードル、うん、めちゃくちゃいい匂い。ビーフの調味麺とあとなんかランチセット、しかもさ、ここ分かれてるからいいね。味が混じんないじゃん。結構さ、フードコートとか味が混じっちゃって嫌じゃん。
結構量ある。美味しそう。いただきます。ちょっと散歩して今カフェまで来た。うん、外座ろう。ルバーブパイと、結構でかいよね。と、ナポレオンスライス。あと、アイスラテ。アイスラテこうやって出てきたの初めて。アイスラテのどこに入れたの？だから日本のスタバと同じスタイルで。でも、蓋はプラスチックだけどね。あの、プラスチック減らす、そういうことじゃないの。多分。山が見える。いいね。これはラージ？一応ラージで頼んだけど、コーヒーね。甘酸っぱい。わかんない。小さいかな。